卵美味しい。ワンズタイムではワンコと一緒に道の駅を巡っています。今回の旅では千葉県の29ある道の駅を制覇します。残り15カ所の道の駅を巡りながら車中泊の旅をします。激うまグルメに観光、千葉県の魅力が盛りだくさん。広められるんですね、きっとね。ついで ということで、ワンズタイム千葉県道の駅制覇の旅ということで今回企画しました。千葉県の道の駅はね、全部で29箇所あるんですけども、それはね2023年11月現在なんですけども、そのうちねワンズタイムが行ったのは14箇所あります。残り15箇所、これを制覇していきたいと思います。でこの15箇所ね、立山とかね、南房総とかね、そちらの方はなかなか行けてないので、まあ、そちらの方を多く回ってくるとは思いますが、全部制覇したいと思います。いろんなご当地のグルメがあるんで、それを紹介しつつ道の駅の近くの観光もねしていきたいと思います。ぜひお楽しみください。はい、それでは行ってきます。はい、ということで最初に巡るのは道の駅八千代ですね。こちらの道の駅は地元のね新鮮な野菜とか、あとは千葉県のいろんなね特産のグルメとかね、その辺もあるところなんですけども、紹介したことないので行ってみたいと思います。千葉県でね3番目にできた道の駅ということで、まあ、地元の農家さんのね作る新鮮野菜とか、あと果物とかね、酪農家さんの手作りアイスとかね、そういうのが売りみたいです。交流センターとかで農業体験したり料理教室したりね、そういう体験ができる施設もあるみたいなんですよね。はい、道の駅八千代です。到着です。はい、駐車場はこんな感じです。はい、ということで道の駅八千代到着しました。マスコット可愛いですね、道の駅八千代ということで。はい、八千代ふるさとステーションということで、取れたて農村マーケット、はい、農産物直売とかアイスとかレストラン、あとお花とかね売ってるみたいです。あとここはね八千代農業交流センターっていうね農業体験広場みたいのがあります。川の向こうにあるので、橋を渡って向こうがね農業交流センターでございます。道の駅のね前で流れてるこの川、この川沿いに今ね工事してますけど、その奥が桜並木があるので、まあここでね桜の時期は人で賑わってます。はい、じゃあ行ってみましょう。手作りアイスの店プチシャンテリーっていうのがありますね。ここお花もね結構売ってるみたいなんで。はい、道の駅スタンプは入ってすぐのところに入れます。はい、ミルチ君ゲットです。はい、手作りアイスクリームプチシャンテリーですね。こちらのアイスもおすすめです。はい、ピーナッツスキアに行ってみたいと思います。はい、貝殻亭のリゾート&ガーデンオリジナル商品ですね。ここに入ってるレストランの商品ですね。でここのね、はい、ポン酢がちょっと気になったのでポン酢買ってきます。これはねドリップディップスタイルコーヒー、はい、これ結構売りみたいなんでこれ買ってきます。じゃくみさんはディップスタイルコーヒーの014で、自分がディップスタイルの013、うん、あとちょっとこれも気になった黒ごまラテ、黒ごまラテ、はい、美味しそうですね、うん、はい、新商品、うん、じゃこれ買ってきます。
日本クラムチャウダー選手権準優勝の一品です。お持ち帰り OK で10時から14時です。はい、ということでクラムチャウダー買ってきました。はい、道の駅八千代名物クラムチャウダーです。これまあ朝ごはんですね。はい、いただきましょう。はい、じゃあクラムチャウダーいただいていきます。すごい、ほら、うわーすごい、美味しそう、美味しそう、このクラムチャウダー美味しそう、トロトロ、美味しそう、トロトロですね。うわーすごい。じゃあどうぞ、いただきます。美味しい、美味しい、すごい貝の味が、多分貝がね効いてんだよね。うん、貝と人参って今コーン入ってる、あ、お豆入ってるのかな、これお豆かな、あ、お豆だね、豆だね。アサリと、うん、アサリと本ビノスガイって書いてあったね。アサリと本ビノスガイ、あの千葉県は本ビノスガイが取れるんですね、船橋でね。うん、おいしい、おいしい、うん、よかった。結構お腹いっぱいになるかも、これ。そうだね、具沢山、意外とスープってなんかいいよね、いろんなのね、具沢山だし、お豆入って、人参入って、うん、貝がいっぱい入ってて、いいよね、すごい、うん。農産物直売所で購入したのは美味しそうなあんこ入りの草餅、そして美味しそうな惣菜パン、車中飯用に購入しました。ここは八千代食堂になってます。で、ここでご当地グルメいろいろ食べれるみたいです。まだねオープンしてないんで。次はね、空の駅と道の駅2つ巡っていきます。ふわり芝山っていうねところなんですけど、空の駅ふわり芝山で、姉妹店で道の駅ふわり芝山っていうことで2つあります。で、同じ敷地内にあるわけじゃなくて、車でちょっと行ったところに別々にあります。はい、ということでまず先に空の駅ふわり芝山に寄ってみたいと思います。はい、ここはね、焼きたてのパン、それが売ってたりとか、地元の新鮮野菜とかね、もちろんあるらしいんですけども、バイキング形式のね、レストランもね、有名みたいです。まあ、今日ね、そこでお昼食べるわけじゃないんですけども、まあ、そういった場所みたいですね。で、その後ね、道の駅ふわり芝山、そちらの方にも行ってみたいと思います。どんなところでしょうかね。場所はね、今ね、成田の方に向かってます。芝山町っていうところですね、これね。今成田空港の方に向かってます。ちょっとね、千葉県では紅葉が始まったぐらいなのかな。場所によってはもう普通に紅葉ですけど、今11月24日紅葉真っ盛りですね、千葉県では。これからかな、千葉の中心地だと12月上旬ぐらいが紅葉の見頃が多いですね。ということで空の駅ふわり芝山です。おー、なんかいい感じですね。はい、駐車場入ってきます。空の駅ふわり芝山、ちょっと行ってみましょう。ここはレストランね、テラス席あるみたいですね。ワンちゃん連れでもね、ここ来れるみたいです。ワンちゃん連れレストランご利用の方、はい、これね、食べるといいですね、犬連れの方。レストランはふわりビュッフェ料理ですね。今度のんびりね、来てみたいですね。じゃあ産地直売所行ってみましょう。やばい、すごい、人参がこんなに入ってて350円だって。すごいね、これこんなに入ってて350円、これ500円だって、すごいな。はい、店内入ってきたんですけど、飛行機グッズたくさん売ってます。ちびっこにはね、大喜び、飛行機グッズです。あ、すごい、いろんなところのカレーが、はい、いろんなところのカレーあります。全国のカレーが売っております。佐賀、鹿児島、博多、あ、でも九州じゃん。あ、でも近江もあるよ、神戸もある、神戸もある、うん、へえ。意外と安いよ、ビーフカレーでね、いろんなところのビーフカレーが売ってます。ね、面白い。あ、でもポークカレーもある、鹿児島ポークカレー、全国各地のカレー、神戸牛のビーフカレーを選んでみました。はい、こちら買ってきます。
やば、これかわいい。かわいいね、森のドーナツ。日持ちする？2月17日、これ買おうかな。うん、いちごとチョコレート買ってきます。この子かわいいお顔してる。うん、ほら、かわいいね。はい、ふわりベーカリー。うん、あ、いろいろなパン売ってるね。うん、ジェットパンだって。あ、おいしそう。すごいね、飛行機のパンです。さすが空の駅だけあって、ジェットパン。中にね、ソーセージが入ってるっぽいですね。柔らかいかも。うん、どうしようか。飛行機の形してます。はちみつバターパン、気になったので買ってきます。ロックフードコーナーみたいなのがありました。はい、こちらにね、ワンちゃんのクッキーがありました。人も犬も食べれるクッキーらしいですよ。美味しそう。どうなのね。うん、一個買ってみようか。一番食べやすいのはさつまいも。さつまいもかミルクじゃないかな。だよね、さつまいも買ってきますか。さつまいも、はい、じゃあそれ買ってきます。店の前がちょっとのんびりする芝生があって、ベンチがあるんで、ゆったりのんびりくつろげそうですね。で、犬連れの方もね、ここでね、一緒にパン買って休憩するのもいいですよね。はい、もうお昼になったので、これからお昼ご飯買いたいと思います。今日のお昼ご飯はテイクアウトで、卵屋さんコッコっていうね、卵屋さんがあるんですけども、そちらの方でお弁当が美味しいっていうね、なんかサイト見つけたので、そこ行ってみたいと思います。そちらの方でお弁当を買って、で道の駅ふわり芝山の方に行ってご飯食べたいと思います。今回ね、道の駅をたくさん紹介しようと思ってスケジュール立ててきたんですけども、やっぱりね、どうしても見応えがある道の駅なので、時間が押してしまって、はい、なかなかね予想通りいかないんですけども、まあ、なるべくスケジュールに合うような感じで今回ってはいるんですが、卵屋さんコッコって名前いいですね。やっぱり千葉県っていうと結構美味しい卵屋さんたくさんあるんですよね。卵の美味しいのって本当にね、全然違いますよね。黄身の色が違かったりしますから。うちもね、よく卵買いに行くんですけど、うちの地元でね、向玉っていうね、卵屋さんがあって、まあ、そこ本当美味しくて、うち常に向玉に卵を買いに行くんですけども、本当にね、その卵ばっかり食べてます。かなりね、人気がある店で、道の駅湘南でもね、売ってます。行ってみて。まあ今日ね、初日なんで卵買って帰れないんで、そこはちょっと残念なんですけど、今卵買ってもね、もう置くとこないので、次回ね、日帰りの時にはこの卵屋さんコッコの卵買ってみたいと思います。さすがに今回4泊5日なんで、今卵を買うわけにはいかないっていう状況になってるんで、先ほどの空の駅ふわり芝山から車で7分ぐらいのところにあります。はい、多古町に入ってきました。ここも多古町なんですね。道の駅タコアジサイ館、タコ町にあるんですけども、お米の美味しいところですね。タコ、タコ米がある。この道の駅タコアジサイ館も、アジサイの時期は川沿いにね、一面のアジサイを咲いてて本当に綺麗ですよ。ワンズとね、写真撮ったりしてました。そこのアジサイ御膳とかね、アイスクリームも美味しかったです。テラス席だったらワンズと一緒にね、行けるので、それもね、魅力の一つでした。道の駅タコアジサイ館、こちらもね、楽しい道の駅でした。以前行った道の駅ですね。はい、あと1分で着きます。卵屋さんコッコ、あ、見えましたね、看板。結構大きな店ですね、卵屋さんコッコ。結構大きな店じゃない？あ、ここだね、九十九里ファームコッコって書いてますね。卵屋さんコッコ、ここですね。いや、これ地元で人気ある店で、絶対
はい、到着しました。コッコですね、卵屋さんコッコ、可愛らしい店ですね。はい、行ってみましょう。プリンが売ってますね、卵屋さんプリン。じゃあここでね、鶏ごぼう丼買ってきます。はい、じゃあ鶏ごぼう丼買ってきます。卵焼き買ってきます。あ、うん、普通の卵でいいよね、そぼれでじゃなくて、ね、うん、そうだね。はい、大きい卵ですね、卵すごい立派です。フリーサイズで10個で300円です。厚焼き卵ハーフ、気持ちいいするやつもある。うん、12月の4日まで。へえ、すごいね。こういうそぼろもいいね。うん、これが鶏ごぼう丼のあれでしょ。うん、そう、入ってるやつね。でプリン2個で、うん、え、卵屋さんのプリン買ってきます。お食事どころもあって、卵のかけご飯もね、ここ食べれます。これ食べたいな、次回来た時食べよう。セットで400円なら安いですね。で今回のテイクアウトのね、こちらの方の鶏ごぼう丼を食べます。無事ね、お弁当をゲットできました。はい、それではね、道の駅の方に向かります。次、道の駅ふわり芝山の方に向かってます。はい、今ね、芝山埴輪道を走ってます。はい、ここはね、埴輪が出たことでも有名なので、そんな名前がついています。だから、道沿いにね、埴輪の置物、オブジェ、うん、みたいなのがね、あるんですけど、ここに来た時はのんびりね、埴輪どこにあるのかなって見るのもいいかもしれません。はい、大きいのいた、はい、いた、左手にありましたね。はい、ちょっと広角で見れるかどうかなんですけど、芝山埴輪道もうすぐ来るよ。取れた。はい、よかった。はい、ね、埴輪がね、たくさんありますね、埴輪通りだけに。はい、道の駅ふわり芝山到着です。あ、そこは出た、うん、道の駅ふわり芝山到着です。周り散歩してみましょう。すごく綺麗なところですね。芝生もすごい素敵です。なんかのんびりした道の駅ですね。はい、芝生の上ではね、テーブルがあるので、ね、買ってきたものをね、ここで食べたりとかね、そんなのもできそうですね。卵屋さんコッコのね、鶏ごぼう丼、そちらの方食べていきたいと思います。はい、まあ注意書きとしてね、芝生でおしっこうんち糞尿しないでくださいって書いてありました。はい、ではご飯、ほら、九十九里ファーム、はい、コッコ、はい、はい、ということでね、これからお昼にします。気持ちいいですね、芝生の上で食べると。まあ風が強いんでね、はい、気をつけないと。はい、どうぞ。出来たてのお弁当です。美味しそう。はい、はい、いただきます。はい、どうぞ。美味しい。食べてみたかったね、これね。すんごい美味しい、美味しい。そぼろと、うん、ごぼうと人参と、ごぼうの香りがすごくいい。おお、見た目も美味しいもんね、これね。うん、うん、だからその相性がいいんでしょ、ごぼうと人参とね、うん、そぼろがね、甘く味付けしてあって、うん、しかもね、うん、重いすごいいっぱい入ってる。あ、いや、これいいね、食べ応えあるね。うん、卵焼きをね、追加で買ってみました。中にも入ってるんですけど、これ、ね、普通のやつですけど、そぼろが入ってるのもあったね。うん、はい、卵焼きです、どうぞ。美味しい。甘じょっぱい感じ。お、甘じょっぱいんだ。すごい好きな味。よかった。で、ここでね、プリンも買ったんで、プリンはね、今日の夜のデザートで食べたいと思います。いただきます。
美味しい。なんだこれ。これね、そぼろも美味しいし、ごぼう。ごぼういいよね。うん、すごい出汁が出ててごぼうの。ごぼう美味しい。これすごい。いい。重いでしょしかも。うん。うん、結構ぎゅうぎゅうにご飯が入ってるんですよ。こういうの、こういうの漬物でね、美味しいよね。うまい。いい音。いいね。晴れてる日は外でこういう風なお弁当ランチもいいですね。ワンズも一緒にいるんで。タクト。ここはね、地元新鮮野菜と濃厚ソフトクリームが自慢の道の駅だそうです。あとね、だし醤油の染み込んだ玉こんにゃくが売りですね。あとはね、黒米の古代米バームクーヘンなんてありますね。はい、行ってみましょう。はい、ということでね、中でスタンプをしていきます。道の駅スタンプラリー2023。はい、押していきます。はい、ゲットです。ふわり柴山です。はい、はい、店内入ってきました。お惣菜もね、結構充実してます。はい、いろんなお惣菜がね、たくさん並んでます。お団子とかもね、たくさんありました。久美さんが好きなカヌレ、ね、カヌレあったのでカヌレ買ってきます。チョコカヌレだって。ベルギーチョコカヌレだって。芋羊羹なんかも売りみたいですね。ね、はい、これがね、売りの古代米のバームクーヘンです。はい、柴山さん古代米使用。はい、これです。どうしよう、限定品ですね。そう、サシバの里で買った、サシバの里一貝で買った、沖縄のね、ピーナッツが美味しかったんで、北東ピーナッツ、うん、黒ごま付きだけど、これ買ってみます。同じやつだよね、うん、沖縄のね、ごまだからまた香ばしくていいよね、うん、美味しいのかな。じゃあこれ買ってきます。はい、ここはね、ソフトクリーム売りってことで、はい、これ、はい、素材の味を十分に生かした生乳 60% のソフトクリームだそうです。はい、ソフトクリーム買ってきました。じゃあこれ食べたいと思います。はい、じゃあ帰ろ、急いで帰ろう。急いで帰る、うん、はい、ここの売りはソフトクリームだそうです。うん、書いてあったよ。はい、じゃあソフトクリームいただきます。はい、わあ、美味しそう。なんか出てきた。はい、チビたちもね、これは食べられるんじゃないかな、出てきてます。ちょっと、あ、美味しい。美味しい。ちょっとだけだよ、じゃあちょっとだけ。美味しい。どんな味。さっぱり。さっぱりなんだ。生乳 60% って書いてある。やっぱり牛乳ソフト、牛乳の味、うん、だよね。こういうソフト、牛乳が濃いんだって。待って、たくん、ちょっとたくん待って、あいちゃんから。うん、落ちたね、うん、落ちたね。美味しいね、よかったね。カノンどこにいる。カノン、どこにいる。はい、美味しいソフトクリームです。はい、ということで道の駅ふわり柴山、いい道の駅でしたね。なんか車中泊もできそうな道の駅でした。トイレも綺麗でした。はい、ということで次に向かうのは玉崎神社ということでね、今九十九里の方に向かってます。この玉崎神社ってレイラインって言ってね、春分の日と秋分の日、この日にね、太陽が一直線に通過するというか、光が通過する道というので、レイラインの、東の先端ということでね、その神社が玉崎神社になります。で、途中富士山通って寒川神社、はい、有名な神社ありますよね、寒川神社で、最終的にはあの出雲大社まで伸びる道がこのレイラインという道ですね。なかなか壮大なラインですよね。そういった神社に行きます。あのパワースポットとしてもね、知られているところですね。あとはね、風水学的にも東京から見て最大の吉方向ということで、開運商売繁盛に祈願される方も多いみたいですね。はい、そういった神社に今向かってます。いや、楽しみですね。ちゃんとお参りしていきたいと思います。
いやなんだかんだ言ってね、今日はまあ天気良くて、はい、秋晴れで良かったです。まあ九十九里はね、以前海の駅行ったりとか、なかなかいいところでしたね。あのお魚が美味しいんですよね、あの九十九里町の。本当海の駅で食べたあのお魚料理、イワシ料理ですね、本当に美味しかったです。やっぱりね、海沿いの町に行くとね、そういうお魚関係美味しいですよね。はい、入ってすぐのイワシにもびっくりしましたけどね。イワシが泳いでてね、はい、玉崎神社到着です。お、鳥が見えてきましたね。はい、はい、玉崎神社です。はい、ということで向かっていきましょう。あ、ちょっとなんか書いてある。あ、ダメだって。あ、本当だ、ダメだね。じゃあ置いてくるか。置いてくるか。はい、ということでね、今境内の方に向かってます。はい、ここはねワンコと一緒に行けないことになったみたいです。なので、ワンズはちょっとお留守番です。はい、じゃあ行ってみましょう。なんかちょうど紅葉なんで黄色が素敵ですね。はい、ということでね、上総の国一の宮玉崎神社ということでね、今一の鳥居のところに来てます。はい、鳥居くぐっていきましょう。入ってきましたか。さっきのレイラインの、あ、さっきのねレイラインの話ですけど、こういう感じですね。今千葉の玉崎神社ありますね。でここから寒川神社、富士山、京都元伊勢、島根の出雲大社まで続くラインのことをレイライン、春分と秋分の日につながる延長線上のことを言うみたいですね。玉より姫の御事が御祭神ですね。まあ、いろいろ波乗りお守りなんてあったりします。これはサーファーの方がね多くいらっしゃるということで、波乗りお守り、御朱印もねちゃんとあります。はい、では行ってみましょう。境内ね、イチョウが素敵です。ここだ、御神水。あ、ここに御神水ありました。はい、この御神水も結構有名みたいで、鉄分で酸化して石が茶色くなってるんじゃないの、うん、あ、本当だ。ちょっと、ね、鉄分多めの水みたいですね。ちょっと出してみましょう。あ、本当だ、ちょっと鉄分多めです。うん、はい、ここでね、まあ、お水持ってって後でね煮沸してもいいですし、飲めますね。はい、ここにねペットボトルもあるみたいですよ。はい、1本100円で。はい、長寿者ですね。こっちとあっちと両方ある。はい、なんか自動的に出る長寿者と、あとこっちもねありますね。なんかこっちの方がなんか見慣れてる感じが。はい、手を清めました。はい、さざれ石がありました。よくね、私たちいろいろな神社行ってるんですけども、このさざれ石結構見ますね。君が代に出てくるさざれ石ですね。なんかねパワーを感じますね。イチョウが綺麗。ここはねイチョウがすごく綺麗なことでも知られてて、イチョウ綺麗ですね。はい、まずはね、久美さんを前に行ってきます。はい、ここではね、今回月替わり御朱印をいただこうと思います。
はい、11月は胃腸ですね。新滑祭って書いてありますね。はい、お守りもね、たくさん売ってます。はい、先ほど見た波乗りお守り、これ波乗りお守りですね。はい、ということでね、ご支援いただいてきました。はい、あ、素敵ですね。すごく綺麗じゃない？綺麗ね。ピラピラと、ピラピラと、風が強いから、はい、はい、大事にしておきたいと思います。ここは裸足の道ということで、一周回りで無垢となり、二周回りで気を入れて、三周回りで気を満たす。靴と靴下をお脱ぎになり、裸足でお歩きくださいっていう。清められるんですね、きっとね。行ってみましょうか。はい、入れます。はい、よいしょよいしょよいしょ。じゃあ3周回ってきます。行ってらっしゃい。はい、よいしょ。こっちいいんだよね。こっちこっちこっち左だっけ。はい、じゃあ行ってきます。行って行って。痛い痛いです。3周するんだよ。はい、3周。これ結構痛いです。あの足の裏先疲れてるのかしないけど、だって痛いです。石がね、石がね、結構痛い結構痛いです。なんで甘く見ない方がいいです。これ本当痛い。別に誰も甘く見てないよ2周目いきます。あ、痛い。あ、でも2周目になってくると少しなんか慣れてくるな。これはね、結構痛いです。はっきり言って、あの、本当に汚れが落ちていく感じがします。汚れが真剣にやらなきゃ本当に痛いんだよ。ふざけちゃダメだって。本当に痛いんですよ、本当に。はい、ということで3周してきました。いや、1周目はかなり痛かったです。で、2周目からだんだん慣れてきたんですけど、やっぱりかなり尖ってる石が多いんで、石の、なんだろう、自分の重みというか体重の重みでかなり足が痛いです。はい、特にね、もう足の裏って結構弱いんで。はい、でもね、なんかこれで無垢となりっていうのは、まあ本当に1周で痛いんですよね。で、なんか2周目でちょっとなんか気合を少し入れて、で3周目でね、落ち着いて回るという形で。はい、ということで裸足の道無事歩くことができました。お疲れ様でした。クミちゃんリタイアだよ、あれだからやばい最初から無理だもんだって。クミちゃんリタイアだよ、そこからクミは入れない初めね、なんかね、全然平気だよとか思ったけど、全然ダメ。本当は久美さんにやってもらおうと思ったんだけど、久美さんもう本当足弱いんで、汚れを払いました。いかがでしたでしょうか、千葉道の駅制覇の旅。まだ始まったばかりですが、魅力的な道の駅を巡ることができました。一度食べてみたかった卵屋さんコッコの丼、大満足でした。次回は絶景で知られている釣ヶ崎の鳥居がある九十九里の海へ行きます。そして車中泊は道の駅睦沢集いの里、素晴らしい道の駅にワンズも大喜び。励みになりますので、チャンネル登録・高評価ボタンよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。